pinasabi. May ipapakita kami sa inyo isang interesting na pagkain sa Japan. Sa 1 second, makakakain kayo ng ramen. Yes, ramen. Chicken ramen. Chicken ramen っていうのがあるんだけど、よく売ってるんだよね、なんか。そういうのめ、なんか私 CM で見たんだけど、お湯を使わなくてもラーメンがそのまま食べられるっていうやつがあって、うん、ラーメンな hindi daw kailangan ng mainit na tubig。そのままかじるようなんだって。そのまま。binigay sa iyo。kakainin mo siya lang ganon。pwede mo na siyang kainin agad。そのままかじる。daw。yung ramen na tunutukoy namin is。これ。dito。これにね。0秒。チキンラーメン、このままかじる。これね、ang ラーメンだと、in 1 second、pwede mo kainin。これね、そのままかじるよって書いてあって、本当にお湯をかけてるのは禁止って書いてある。わけどらあらけのまいんたとべ。これね、あの、かじるために少し塩とかを薄くしてあるから、お湯をかけたら塩が取れちゃって美味しくないよってことなんだと思うの。だってさ、チキンラーメンとか普通のやつをそのまま食べてみると多分しょっぱいじゃん、なんかお湯をかけても大丈夫なように。だからさ、ちょうどいい味にしてあるんだと思います。そう、買いになって食べる。多分さまジャパン、lagi mo makikita yung ganito ake kuchi、 ibig sabihin dun mo siya bubuksan。ito yung laman niya。食べ方が2種類あると書いてあります。そのまま食べるよ、いつでもどこでもバリバリ美味しい、うん、2つ目、砕いて食べる。砕いてお好みの大きさに、だから好きな大きさにできるってことです。うーん、じゃあケイトどういう風に食べる？私はそのまま バリって食べてみる。じゃあママもやってみる。いただきます、うん、いただきます。うん、チキンラーメン、塩がちょうどいいです。本当に美味しい。お気に入りかも。本当、うん、本当に結構好きだ。あれに似てるね。あれなんだっけ、ベイビーなんとか、ベイビーケイトロちゃんが子供の時に、なんかこういうのあったんだよ。んなんだっけ、なんていうんだっけ、あれ。マサラ。チキンラーメン in 1 second。なんか本当に塩が普通のよりも薄い。ちょっと逆に甘みを感じるぐらい薄いから、小さい子でもこうやって。ちょっとちっちゃくしてあげれば食べれるかもしれません。本当に美味しい。これ何歳からなんだろう。美味しいね、うん、面白い。Itry nyo din, masarap. Tabi sa nitid. Minasan, oishii node, tabete mite kudasai! Sore ja, bye! Chicken ramen!